はい、どうも皆さんこんにちは、しもりです。はい、ということで今回の動画なんですけども、サムネタイトル見てもらったら分かるように、青木宣親選手2009年 WBC 使っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、選手見ていきたいと思います。弾道中弾道、ミート 85%73、 走力82、一応適正はね、レフトを持っております。なんですけども、センターの方が適正的には高くなっております。で、一応センター、レフト、ライト全て C 適正持っておりまして、裏背 CBD ということで、守らせるにもまあそんなに悪くはないという感じになっております。で、特殊能力、超アベレージヒッター、広角打法回、盗塁ということですね。広角打法を持っておりますので、リアタイでもめちゃくちゃ使える選手になっております。まあ、ホームランというよりはどっちかっていうとですね、ヒットをいっぱい打っていく安打製造機タイプの、選手となっております。よろしくお願いいたします。で、私ですね、ヤクルト純正やってるんですけども、1試合目は12球団、そして2試合目以降はヤクルト純正でバッティングをお届けしていきたいなと思います。よろしくお願いします。2023シーズン始まって1本目のリアタイ動画なんで、しっかりと勝って、しっかりと青木選手で、ね、打って、できればホームランも打って、この動画締めていきたいので、よろしくお願いいたします。ということで、早速リアタイいきましょう。どうぞ。はい、ということで、よろしくお願いいたします。1試合目の方やっていきたいと思います。高校ですね、こちらの先発ピッチャー、ダルビッシュ有投手でございます。ダルビッシュ VS イチロー、めちゃくちゃいい対戦になっております。こちらダル戦ですね、2022のダル戦の、ね、ダルビッシュ投手になっております。まあ、めちゃくちゃ強いですね、もう言わずもがな強い投手になっております。で、まあ、これ2023年シーズンになってはね、1本目の動画なんですけども、一応2022シーズンのね時に撮っておりますので、よろしくお願いします。そこだけご了承いただければと思います。なんで、プラチナランクいってるんですけども、まあ、これグランドオープンする前にプラチナランクいってるんで、さすがにグランドオープンした後はですね、ゴールドランクからのスタートなので、まあ、こんなにですね、プラチナにすぐに上がれないんですけども、まあ、今回はですね、まあ、しっかりと勝って、まあ、行きたいなと思いますし、まあ、すぐに2023年になってもですね、すぐプラチナに上がっていきたいなと思っております。よろしくお願いします。大谷 VS ダルビッシュです。気づいたら大谷 VS ダルビッシュでした。めちゃくちゃ豪華 WBC 対決。はい、OK。 はい、さすがに強い。で、これね、どうやって仕留めるかっていうところは、ツーシーム、まずボール球いきます。これね、打ったらセカンドゴロ、多分見逃す。おい、セカンドゴロ、ゴロじゃないけど、セカンドライナー、セカンドライナー。で、まあ、ダルビッシュ投手ですね、ダルセルで結構いっぱい出てるんですけども、どのダルビッシュ選手が強いか問題結構あるんですけども、まあ、個人的には一番最初に出たダルビッシュ投手も結構強いと思います。このダルビッシュ投手も強いんですけども、ナイスサード。はい、ということで、バッティングのをやっていきたいと思います。相手ピッチャー、山本由伸投手、こちら一番青木選手でございます。アベレージヒッター、ミート90、えぐい、バカミートカーソル、でかいです。で、まあ、青木選手ね、どちらかというと、さっきも言ったんですけども、まあ、安打タイプなんで、ホームラン打てないかなって思うかもしれないんですけど、しっかり流し打ちをかましていきたいと思います。あ、いいね、ナイス走塁、いいね、これが青木選手です。この打ちやすさこそが青木選手の真骨頂ですので、まあ、ヤクルト純正やったらね、大会では使えないんですけども、リアタイではね、ガンゴリと打っていきたいと思います。これボール、いやーボールですか、ボールですか、あー、ウル岡本、ウル岡本バチ強い、通信もあります。インコースの通信も甘いで一発かまします。なんとかここで先制点、ボール、オッケーオッケー、これはボールですね。まあ、青木選手ですね、ヤクルト純正でもリアタイやりたいと思ってはいるので、この後ですね、そこでしっかりホームランぶちかましたらかましたいと思ってます。ボール、はい、2ボール、ワンストライク、ここストライク取りきます。インコース、いやー、ちょっとミスったけど、今ちょっと今ね、ちょっとカーソルずれてしまいました、すいません。まあまあまあ、1点取りました。青木選手しっかりと返ってきました。ここベストピッチ、これバカ強いわ。はい、いや、これやめて、ライトライトライト、インコースから真ん中に、オッケー、うわ、うまい、頼む、おい、いや、きつすぎるって、お前今のボールじゃねえ。スピードボールを持っています。打ちました、よっしゃー、一塁はボール球でもいった、こちらもやり返していきます。代打いきましょう、ヤンナギーチャユーキ、ギーチャフルギー、フルギー、ぶち込みます。ツーシームストレートあります。これボール、いや、盗塁警戒すな、盗塁を警戒すな、しねえよ、集中、ツーシーム、
怖えねーけども行きます。青木からアベージータ降格だ。打順はトップに返って、ここホームラン打ったらバカかっけ。先ほどの打席で集中します。ベストへのツーベースヒットを放っています。いやナイスボール、ナイスボール。まあまあまあいいでしょう。青木選手はね、流し打ちもうまいんで。あー、ちょ、やらかしまる、やらかしまる。打っていく、ヒット打っていきます。はい、ということでバッティングやっていきたいと思います。一番沖鳥石川ベイーター、2試合連続するパス山本由伸です。さすがに打つ通信もあります。ボール、いやー見えてるよ。青木選手ね、1番でもヤクルト純正しっかり打っていただきたいと思います。よろしくお願いします。通信ボール、今悩んだ結果打ちました。岡本選手のエラー、岡本のエラー。盗塁しますね、これちょっと。ちょっと1球見逃します。山本、そして1球見逃します。このバッテリーをスワローズ打線がどう攻略。ナイスボール、盗塁いきます。青木選手の盗塁、徳能出ろ、来た。これはどう。余裕でアウトや。ノーマルで盗塁出て余裕でアウトや。しかもこう全然さ、盗塁成功しないやん、マジで。何か、けー、流し打ち、ボール球すいません。よいな、フォアボール、ストライク9目、三遊間、あーボール球です。9目、おっしゃー、ナイスバッティング、完璧。よっしゃー、はい、村上選手のスーパープレーで終わりました。まさかのツーアウトからバカ打ちましたということで、3試合目。はい、ということでよろしくお願いします。3試合目のやっていきたいと思います。相手ピッチャー金子千尋投手、相手も変わらず1番青木宣親、広角打法めっちゃいい、広角打法ナイス。これね、ホームランぶちとーってあるかましたい。いやー、ナイスボールね。わからんよ、2種スプリットほど強いピッチャーいないんで個人的に。いやー、ファーストナイスー、ナイスファースト。なんでこうもね、使ってみたいになった瞬間打てないのか、本当に。そんなもんですね。うわ、えぐ、今のホームランだったらビビった、マジで。いくよ、ワンストライクです。村上、村上ファールでした。ファールがボールでした。集中、しっかり見極めたいですよね。うえ、なるほど、そうですか。見た、ここが集中。さあ4球目は何か、インコースファウル、村上集中。ねね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 。球種はね、何があるのか分かんないんで、正直ちょっと一応見れたら見たいけど見えないんです。ストレート、いい、見た、いいよ、ストレートあります。通信もあるかもしれんけど、追い込まれた。いやね、これね、一発かました青木選手で、マジで頑張りたい。ワンボール、ツーストライク、ツーストライク、ツーストライク、おっしゃー、ナイスバッティング、これが青木宣親。はい、ということでよろしくお願いいたします。続いての打席になっております、相手ピッチャー山岡投手でございます。一番青木選手いってみましょう。青木宣親、特能出ませんけども、ここでね、最後に打ってこの動画締めたいと思います。いっけー、おめでとうございます。ホームランは打てないんですけども、やはりヒットはめちゃくちゃ打ちやすい青木選手でございます。今後もヤクルト純正でですね、打っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。